最近ね、新海誠さん監督の某映画を見たんですよ。すごくざっくばらんに言うと、関東平野が終わる話でした。で、実際に関東平野が終わったら、鉄道移動が大変じゃないですか？なので今日は関東地方を回避して、ここ静岡県の伊豆急下田から、福島県東部、いわきまで鉄道だけで向かいます。ちなみに、例によって優等列車に乗れない呪いにかかっているので、在来線普通列車オンリーで向かいます。これがいわゆるリスクマネジメントってやつですね。ではではレッツゴー。一発目は、伊豆急行線の熱海行き。一気に関東手前まで道に寄ります。ちなみに、伊豆急行線を往復するなら、伊豆満喫フリー切符っていう2000円の切符がお得なんですが、伊東駅の緑の窓口が9時オープンに変わっていたのを現地で知り、まるでブドウの実に手が届かない狐のように、フリー切符を変えずにやきもきしながら、伊東、伊豆急下田の往復分の切符を、正規運賃と引き換えに賜ることにしました。うっぱい、3380円。で、これから乗るのは、伊豆急行線8000系。東横線時代には、天っ子の汗臭い風を運んだ通勤車両として、古希使われていましたが、2004年に来てからは、伊豆っ子の磯臭い風を運ぶローカル電車として、のんくた走ってます。日米州交通省条約でも、横浜が開港した時に、下田が閉まったくらいなんで、伊豆の分際で横浜より上に立とうなど、ジャカシーという文化でも根付いているのかしら？座席は、通勤時代のロングシートと、西武のニューレッドアローから座席をパクってきた、ボックスシート。伊豆急がこしらえたわけでもないのに、伊豆急ご自慢の海を嫌がおうでも見せるべく、痴漢プレイでも推奨するかのような、強制海側越境配置になってます。人目をはばからず、ボックスシートにがっつり着席、特急の一長羅を這いできただけあって、座席のホールド感はまあ上質です。ただし、いいぞーな普通列車旅行にかまけるやからごときに、リクライニングは不調和とでも言うのか、座席の角度は微動だにしません。金目鯛の水揚げ量日本一を誇る下田港が間近の、伊豆急下田を出まして、いざ行け北へ。9時40分、伊豆急下田を出発。で、伊豆人ポコポーン。で、伊豆急行線の敷設自体は、昭和中期の1961年と、相当新米路線なんですが、そもそもの言い出しっぺは、大正時代の国鉄、伊豆半島をぐるっと回る線路敷いちゃうもんね、なんて大言壮語にうぬぼれたのが、始まりでした。ところが、実際はぐるっとどころか、熱海から伊東の切れっ端程度の線路しか作らなかったので、おかげさまで、伊豆半島の祈祷部分は、観光資源の原石が入って捨てるほどあるのに、観光地になりきれてないネオロ結石と吐き捨てられる、さながら生い立ちストレーシープ。それからかなり時は進み、昭和30年代、東急グループが手つかずの伊豆エリアに目をつけ、伊東下田電鉄なる会社を立ち上げて、あの時燃え尽きた国鉄のルートを引き継ぐ形で、免許を申請しました。その計画がスルッと通れば、波風立たない平和な路線として紹介できたんですが、金に糸目をつけない連中からしてみれば、名実ともにブルーオーシャンな伊豆なんて、ネギを背負ったかも。なので、西部の血が濃い伊豆箱根鉄道も同じことを考えて、同じ区間に免許申請を打ち放ちます。かくして、鼻息の荒いマンモス会社同士で免許がダブり、木の竹戦争にも劣らぬ勢いで、サタデーバリ増言フィーバー状態だったのですが、伊東下田電鉄の方が申請が少し早かったとか、地元には東急信者が多かったとかの理由で、選ばれたのは東急でした。そんなわけで、伊東下田電鉄の勝ちに終わります。ただ、伊豆西部を走る伊豆箱根鉄道の線路に干渉すんな、っていうのが言われたので、伊豆半島をぐるっと循環するという大正時代の国鉄の野心は、すがすがしいほど粉々になりました。黒船を初めて見た時の幕府のイキリくらい、こっぱみじんに破壊されました。あ、余談。向こうに見えているのは黒船電車ってやつです。電車のマンネリ化に痺れを切らした伊豆急が、21世紀に向けた車両は、こういうのじゃいとうと、未来に、一点の曇りもないかのようなことをのたまい、1985年から走り始めた形式、2100系の端くれです。21世紀に向けたにとどまっているせいなのか、直近30年くらい車体が新造されてないんですが、普通列車の凝り固まった観念をぶっ壊そうと、バブルの追憶にしがみつきながらも、数編成の仲間と共に頑張ってます。ただ、そのリゾート21が示した普通列車の理想像は、ことごとくディストートされたのか、去年伊豆急にのこのこやってきた新入りは、リゾート21の理念を側だけ引き継いでいるようです。多分そのうちすれ違うと思います。緩和9台、伊豆箱根鉄道との争いに勝って免許をせしめた伊東下田電鉄。しかし、早期完成、国鉄線直通を認めた上で、国鉄の買収には応じるって条件もついてきました。言うなれば、総量になれ、花火、場合によっては奴隷になれ、キャーハと、国鉄から無知でしばかれたわけです。伊豆急ちゃんはそれに報いたようで、起工からほんの2年足らずで開業までこぎつけてしまいました。8km で済ませるはずだったトンネルが、測量後に 17km くらい必要と分かったもんだから、まず工事は遅れること必死だったのに、相当早漏を目指して必死だったようです。そういうのがあって、伊豆急行線は、路線のうち3分の1以上がトンネルなんですが、その気になれば、私の心並みに美しい海が、露出鏡のチンポくらいありありと眼前に広がります。ってわけで、ここは、伊豆稲取と片瀬白田の間、先ほど出た稲取の方には、江戸城を修築するための伊豆石をバコバコ輸出した、稲取港があります。ちとセンシティブな話題ですが、
伊豆大島の地震で国道伊豆急もろとも壊滅的になった時、観光客の避難ルートとしても使われた港です。日蓮はじめ流罪が跋扈した伊豆エリアに鎮座していながら、脇目も振らずにバコバコ何でも積み出す稲取地区、かなりやり手です。と隠するうちに片瀬白田の街並みが見えてきました。隣駅の稲取の何がしに比べたら歴史はへでもなく、伊豆急の開通が決まってからやっと温泉開発が始まったエリアです。一つ先の熱川温泉だって江戸城を追っ立てようと奔走した太田道館が狩りの途中で見つけたくらいって言うんですから、片瀬白田の新進気鋭な四面楚歌っぽさときたら温泉の地面に背くかのような冷酷さです。ところでこの伊豆熱川、太田道館が発見して以来大正末期くらいまではせいぜい一箇所くらいしかお湯が湧いてこない、何が温泉地だという状況だったんですが、現在は源泉が73くらいあるせいで踊り子でさえも泊まってやるほどの立派な温泉地になってます。からの伊豆北下は車窓を見ての通り横車を押すような位置に線路が通ってるから、地域としては駅はいらんと横島な態度を取りはしたけど、バスの弱々連絡輸送にあえいで駅欲しいのと伊豆急に甘えた結果、開通から3年経たずの朝礼誤解で駅をバコッと置いたといいます。ちなみに伊豆急サイドの勾配を理由に駅を置く気なんてさらさらなかったのですが、運輸省からゴーサインが出そうだったので地元負担なら別にいいかと手のひらをくるくるくるりんさせ、急にうやうやしくなったらしいです。伊豆の開発にかまけた顔してても結局は金が最重要ってわけですね。みんな嬉しい USB-C とわめくぼうりんご社が変換アダプタを4780円で叩き売りするみたいに、線路がつづら折りになっていよいよ伊豆高原駅に近づいたと思う頃、3両に3両がずっこんばっこんしてがたいのいい6両に生まれ変わると小耳に挟んだので、新たにドッキングされる伊豆高原からの客しか乗せてない3両の方に移ります。伊豆急行線の開通をきっかけに別荘地として伊豆高原の開発を進めた伊豆急、その威信をぶっ壊す物言いで申し訳ないですが、ボックス席も占有できるほどガラガラです。イソジンのカバくらいガラガラな状態です。引き続き半島部を鍛え、伊豆半島自体60万年前にこの形になってから20万年前までバコスカ噴火を続け、今でも核火山としてブイブイ言います。伊豆東部火山群なる肩書き背負って君臨中、つい35年くらい前にも海底噴火があったくらいなので、豊満な火山群のおかげで60万年間ずっとビュルビュルし続けてるってわけですね。バイズリ西側にある大室山が4000年前に溶岩を吹いた時にできた城ヶ崎海岸、太海岸のやや近くを通り、トンネルの乱れ打ちを食らいつつも列車は太に流れ込みます。1968年に衝突事故が起こってしまったため ATS が導入されるきっかけとなった川奈駅を出て南伊東駅に到着です。ここらで列車と行き違い、ラリッタシーサーの走馬灯みたいな装いの車両が反対側に鎮座していますが、こいつこそ2022年に伊豆急がくすねてきたアロハ電車なるものです。かつては京浜東北線で暴走をかましてたけど、技術進歩の波にかっさらわれて暴走へと逃げ惑い、海沿いとかをのんびり走ってたら遥か遠くの対岸伊豆急から声がかかったので8両だけ転勤してきたって感じです。大々的な置き換えってよりは既存車両8000系の予備確保が目的かな。209系なんて走るんですと揶揄されるほどには寿命半分な存在だったはずなんですが、持ってる思想はどうやら24時間戦えますかの方だったみたいです。なお外装は普通列車の割には豪華絢爛どころか豪華絢爛ラン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 くらいの白物ですが、内装は JR 時代のありのままを体現した実家のような安心感をもたらすものだそうです。視覚に対してはアロハを標榜するのに、ケツに対してはアホがと喧嘩売る姿勢嫌いじゃないです。伊東からは JR 伊東線なんですが、そんな境界線など感じさせないほど直通ラッシュがはびこるのが伊豆半島なので、乗り換えも何も起こらずそのまま北へとひた走ります。ただインバウンド需要なのか、阪神が勝った時の道頓堀張りの込み方をいたしまして、ロングもボックス席も満員御礼、リゾートもへったくりもございません。ヤシの木の南国風情と電線の技術風情が入り乱れ、やや混沌としている国道135号の向こう側では 10km くらい遠くに初島が見えてきます。一周 4km、 首都圏から最も近い離島、農業業で生きながらえてますが、いかんせん土地と水が足りない点で、伝統根付いた江戸時代からでかいホテルの水道もぶっ込まれた今の今まで41個という縛りプレイがなされ続けている島です。もっともフェリーが出てて行きやすい島だからか、観光の客足が途絶えることはないようです。あ、行くには熱海駅からバスを乗り継いだ先、熱海港から往復で2800円いるらしいです。さすがリゾート地熱海、観光と集客と銭集めに抜かりがありませんと言ってたら、宇佐美を出発し新宇佐美トンネルを抜けて網代へ。宇佐美と網代の間は今新鮮で、旧線時代は宇佐美トンネルなるものを通ってました。これの工事が厄介で、温泉よどなる膨張性のクソ熱い地質にあまねく手を焼く大惨事、途中から国鉄直轄に切り替えてやっと開通したのも束の間で、伊豆半島への玄関口とかいう並々に立派な表札を掲げていながら、肝心の輸送力がオール単線という子猫ちゃんクラスなのも問題に。それで伊東線の伏線化を推し進める第一弾として新宇佐美トンネルが掘られ使われてるって感じです。
にもかかわらず、依然としてほぼ全区間感染なのは、多分触れちゃいけない事案なんだと思います。ちなみに、先ほど出た網代駅、住所としての網代からは500メートルくらい離れてるんですが、わなぎとかいう知らん地名を拝借しても困るし、どうせ網代の民の溜まり場になるんだから、と、ネームバリューで、めんどくさい諸問題を一網打尽にしたのです。名声でブイブイ言わしてる点は、もうアパホテルに似た何かを感じますね。まああっちの方が宗教集も多いけど、熱海から二駅目に鎮座する大自然、伊豆田川を通り過ぎ、伊東線唯一の北線区間、木の宮と熱海の間を抜けます。苦し紛れにでも南国ムードを醸し出したいのか、木の宮駅舎は開業以来の木造洋風建築になってます。しかし車内は息の苦しい煉獄ムードで、目が回るほどの混雑に怯える始末。やっとこそ熱海に到着したので、早いこと西まで逃げ惑います。というわけでお次は東海道線の静岡駅、富士までお邪魔します。ここから踊り子か新幹線で品川、東京まで行って、それから日立でぶっ飛ぶのがいわきまでの最短ルートなんですが、そんなお気楽天国ルートなんか、まっぴら路面です。新幹線だの踊り子だのにしがみついて、関東に舞い戻ろうとしている首都圏の奴隷ども、私は関東なんて人タイプも通らねえからな。せいぜい正面漏らしながら待ってればいい。あ、でもこの211系トイレついてねえわ。正面漏らしになるのは、ひょっとしたら私の方かもしれません。11時37分、熱海を出発。ちなみに、伊東駅以降は18切符を使ってます。で、関南方面の東海道線は、しばらくは伊東線と並走。しかしあの線路、もともとは東海道線と伊東線、両方の持ち物でした。共用となると、伊東線の肩身が狭いったらありゃしない。ただでさえ、東海道線の合間を縫うせいで、リゾート地の路線のくせに、増発はきついし、熱海から伊東線に入るのに、本線をまたぐのが面倒だし、木の宮駅だって、右側通行という、トリッキー三昧。その器用さと肩身の狭さ、フードコートにこっそりエロ本でも読むようなもんです。読むな、って正論が飛んできた気がするな。なので、新しく、東海道線用に線路を作り上げて、古い方は伊東線専用、という風にしました。東海道線もせっかくおこぼれで、お乳の線路を手に入れたのに、伊東線に対しては相変わらず、やかましいモーター音で煽り散らかすものですから、おつぼね仕草もここまで来ると、一周回ってすがすがしいものです。その木の宮駅が見えたらすぐ、旦那トンネルへと突撃します。闇を裂き、あの憎き伊豆箱根鉄道を西まで一別し、沼津で網代谷こびを売り、岳南鉄道の吉原へ、と、見どころは満載な静岡地区ですが、何回も通ったのをいいことに爆睡してたので、感想が毛ほども出てきません。強いて言うなら、寝過ごさなくてよかったが、正直な感想です。ほい富士。立て続けに、身延線に乗り移ります。チンチンナンバリングをぶら下げるこいつは、甲府まで這いずり回るローカル路線。首都圏からでも行きやすいローカル線だからなのか何なのか、立ち客が多めです。終点の甲府までに座れればいいのだけど、もはや東海エリアでは顔なじみの313系。ボックス席が備わった3000番台で、富士山にぶっかけられた天からの体液。雨、雪の湧き水で、製紙パルプ工業が盛んな、富士の町から、一旦西へと飛び立ち、それから北へと歩みを進めます。西へと飛び立つとは言ったんですが、昭和の中頃までは、ルートが少し異なってまして、かつてはオレンジ線のように東に伸びた後、上反り大勃起鋭角で北西へ逸れてました。しかしこの線形、せわしない富士エリアの交通事情とちょっと噛み合いませんでした。というのも、西富士の宮以南の本数は、通勤通学で需要がそれなりに重いのに、単線。さらに、身延線沿線にある大石寺まで登山しに行くのが、創価学会員の間で流行ったのもあり、需要は増し増し。さらに、元市場って駅があって、あろうことか、そのあたりで国道1号と平面交差。ついでに、富士を立ってすぐ、半径150メートルほどのカーブが、出落ちのように待ち伏せる始末。電車を使おうが車を使おうが、ヘイトため RTA があったら、頂点取れそうなほど、交通状態が崩壊していました。そこで国鉄が、第3次長期計画を打ち出し、身延線を素直な性格に強制しようとしました。当初は単線でも構わんのだと、キノコ王国の国防くらい適当なことをわめいたのですが、伏線に計画を変えるのに、テラテラしたり、そもそも用地買収がままならなかったので、着工だって、1957年の予定が、10年くらい引きずり、結局伏線含めた今のルートは、1972年まで持ち越すことになったのです。その頃にはすでに、静岡県民の視野にはお車しか入っておらず、身延線の乗車人員は、ガクッと減っていきます。例えば、榎木なんかは、1日の平均が、1969年で304人、その15年後には204人、国道1号と交差する、湯の木近辺の高架工事とか頑張ったのにね。でも、誰も悪くない。誰も悪くない。強いて言うなら、富士市も工事に2億円負担しているのに、知ったこっちゃないかのような顔つきで車に魂を売る、マイレール意識の欠如した富士市民に非があるのですが、誰も悪くないって言葉は、不都合なことを大抵うやむやにできる上に、すべての理論不調が王権になるので、言うだけならただってことで、誰も悪くないで、話を終えることにします。なんだその顔は、お前に全責任結びつけるぞ。一応擁護することを言うと、2019年度で、湯の木は466人に回復してます。伊達堀も1984年には826人だったのが、2019年度には1104人にまで増加。富士市街地のパワー、意外と侮れないものです。入山瀬を出ます。爽やか富士高岡店が割と近い。
検討では参勤交代ですらドン引きレベルの混雑がお出ましですが、ここまで来ればまだギリマシ。御殿場で食べたという実績が欲しいって人は知りません。そんな生きった実績ごときよりも100倍面白い身延線の歴史を知りましょう。身延線の全通自体は昭和最初期なんですが、計画自体は明治の中頃からありました。東京の金持ちが富士川と甲府の間に寸工鉄道を敷くぜおらと私鉄を立ち上げたのが始まり、東海道線と中央線を結んで物資とかをフィーバーすることが狙いでした。当時富士川駅ができてから10年経ってないのはいいとして、中央線に至っては八王子伊勢の工事にすら着手してません。せっかちもここまで来ると清々しいものです。定食屋で言うとラーメンが来る前に割り箸とか割るタイプ。まあただ彼らの気持ちはわからんでもありません。なんたってその前に交付された鉄道敷設法では第1期線で中央線、第2期線で身延線を敷くと公言していたのです。しかし当時山梨と静岡を結ぶ交通手段というと日本三大急流の一つ富士川くらい急流なだけあって、物でも人でも何でも落とし、その殺意陰謀と詭弁で親族でも何でも葬った側転部高クラス、危険なので早く一期線に格上げして線路敷けと国鉄に念押ししたけど、それものれんに腕押し。だから国鉄を見限って私鉄を立ち上げたのでした。実際寸工鉄道と同じことを考えた静岡人がほぼ同じ計画で大岩線私設鉄道を立ち上げたほど、ま、2023年のミュートシティみたいに決起盛んに火花散らすのもあれなんで、2社は結託して富士川鉄道を起こしました。日清戦争直後の混乱顔を引いて免許を得ておきながら計画はおじゃんになるのですが、その一方富士宮のあたりに富士製紙が越してきて富士馬車鉄道の設立に協力、東海道線との接続点吉原から富士宮のあたりまでを敷いた鉄道です。ウジ虫のように官営鉄道に群がっておけば物資の輸送は安泰だと考えたみたいです。実際東海道線の富士駅が開業するとそこにもこちきのごとく視線を引いたそうな。何急に他の鉄道会社の話を持ち出してどうしたのっていう顔してますね。確かにこいつ山梨に突撃することなぞけほども考えなかったんですが、実はこいつこそ身延線0号機みたいな立ち位置、富士身延鉄道なる別の私鉄がその馬車鉄道に接続する形で富士川から甲府まで結ぼうとしたのです。ただまた免許がダブりまして身延軽便鉄道が沖津から富士川の西岸をチクチクして身延まで結ぶ路線を申請してました。富士宮焼きそばの麺の腰くらい強い意志にお前ら下校を知るって言いたくなるもんですが、さすがに富士川挟んで2路線は冗談きついので富士身延鉄道だけが免許を持ち帰りました。大正時代やっと敷設と相なります。まず富士身延鉄道は手始めに富士馬車鉄道を買収、富士馬車鉄道を引き継ぎました。土地だけ、まあだって身延甲府までのたくましい路線を作り上げるのにエボい軌道みたいな広がりが相手しては具にもつかない鉄道会社になり果てます。ってわけであくまで東海道線と結ぶって目的でまず富士宮までを開通、以降芝川、東島、宇都船、甲斐大島、身延と粘着質な人のレスバナミにちまちました開業を見せます。なお第1期線に上げるだのと政府にヤジを飛ばしていた最初の最初は富士から甲府なんて3年でできるわなどとブラック企業の調子並みに頭を花畑なことを垂れていたのですが、いざ富士身延鉄道がやってみると3年では甲府なんて夢物語どころか山梨県にありつくことすら叶わなかったので相当予測はガバガバでした。鉄道敷設なんて諸女なのにガバガバなんですよ。許せると思います。富士宮からは単線に変わると同時にちょっとだけ高架エリアに入ります。街中に仁王立ちした野中踏切をめった刺しにして交通をぬるぬるにすべく2017年に完成した高架、2020年度の全国街路事業コンクールでは特別賞をもらうくらいには褒めそやされたので、破れかぶれに破れ物の踏切を生み出す魔女狩りみたいな立ち回りも喜ばしかったのかもしれません。そうこうしてると西富士宮、昭和初期に出来上がった駅です。この辺りでチンチンナンバリングはちょん切られ本数も毎日 2,3 本から1本以下にまで削られます。東海道線に近いエリアではそれなりの頻度で打ち放って曲がりなりにもプライドを見せつけていたのに、いざ山間部に入ると急に落ちるあたり、家とかではぐうたらしてる委員長みたいでギャップ萌えしますね。そういうわけでここからしばし富士山頂に背を向けて富士川沿いへと向かいます。だからこの高面展望からは普通だったら美しい富士山が見えるはずなんだけど、歌川広重が見たらむせび泣きそうなくらい盛大に雲隠れしております。私の心の清廉潔白で美しいのにおじけづいちゃったのかしら。ふふふ、取れ高なくなるからその件を二股している日本一の巨根だせや。あとまだボックスが空いてないので半分絶望してる。羽生名山を南にかわし沼久保駅、本数が減った矢先秘境駅のお出ましです。悪くて3桁クラスだった乗車人員もここまで来ると6人に。次の芝川駅も一見ローカル色が濃いめですが、こちらは毎日100人以上乗ってきています。でもあからさまに貨物ホームの線路が駆逐された痕跡があり、なんと話にグロテスク。ちなみに四日市製紙株式会社芝川工場の持ち物でした。線路が来る前は船だの馬車だのに頼っていた貨物も鉄道が通ったら鉄道に頼りっきり。しかしそれもただの踏み台ってわけで、人間はこうやって都合のいいものだけにすがって生きていくんですね。主語をでかくするな。
そして座席にありつけました。今私のランゲルハンス島が喜んでいます。主語を小さくするな。座席自体は名古屋でボコスカ走っている転換クロスには負けますが、おケツにとって毒にも薬にもならない程度に優しくホールドしてくれる、深く座れば快適ってタイプの座席です。背もたれは直角なので賛否両論もありますが、賛否両論とかいういかようにも自分を正当化できるぼかした言葉を使うな。話を身延線に戻せ。はい、列車は静岡県ラストの駅稲子を出て山梨県のケツの部分東島駅まで這い寄っています。この一帯はキワキワな部分ばかり通るので、トンネルと橋のラッシュで難工事でした。しかもちょうど第一次世界大戦にぶち当たり、物価が渋谷のディスコの伸び伸びの上がり方を見せ、せめて1917年までには富士から身延までつなげたいと計画したのですが、3年も遅れて全く間に合わず、ちなみに1917年を目標としたのはその頃に身延山のお屋敷があったから、身延山に参詣したい人の懐事情につけ込んでがっぽり金銭を巻き上げようと北総園なのです。しかしそんなのドル箱にはなりません。むしろ365日参拝客でごった返す路線だったらそれはそれで怖いです。その上急勾配をよじ登る汽車は遅い、人間より遅い。セリヌンティウスが見たら往復便だからの羽交い締めしてきそうなくらい遅い。そのくせ1回乗り通すと1日分の給料が飛ぶほどで、速度は出さんけど金は出せというチンピラ状態。それなら歩くわと逆張りするやからが多かったからか、1927年にはもうすでに電化されちゃいます。ちなみにこの頃はまだ身延から先の区間が全然できてませんでした。っていうのも身延から先の区間でこれまた醜く揉めたからですと言ってたら、茶の産地南部町を抜けて身延、この辺りでやっと身延線は半分、西島橋ってのも有名です。武田信玄に立てつかれて伊豆に出向いた望月清兵衛って人がこの地に和紙の製法をお持ち帰りしたのがきっかけ。信仰の町とかいう日本国憲法に歯向かう気満々子のキャッチコピーはともかく、伝統は確かです。その伝統をひけらかしたいのか、便によっては10分15分、ひどいと50分もここで止まるのですが、今回は止まった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 、帰れ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 と言わんばかりの冷風停車で流れるように北へ、引き続き富士川を上流へ。ところで身延山自体は富士川の対岸にあって、鉄道開通当時は身延駅から船で向こう岸まで張り付く必要がありました。とはいえ急流を渡れというのはだるい、さらに夜は船がまっくれるのも立ちが悪い。なので富士身延鉄道はここに目をつけて対岸までたどり着ける身延橋なるものを建てたそうな。ちなみに東洋一という謳い文句にかっこつけて、地域住民以外からは平然と金を巻き上げたそう。なるほど、過去にまかり通った拝金主義もひっくるめて信仰の町ってわけですね。おいおい、富士身延鉄道が国鉄に買収されると橋は山梨県のものになり、それから少し経って無料になりました。さすがに絞り取り戦法は悪評が飛び交って冗談きつかったようです。言いすればノンスを地で行った富士身延鉄道、身延から甲府の敷設も訳あってだいぶ遅れました。最初は大石鉄杯を敷き合って乗りでした。だって甲府サイドの株主が多かった上、まず富士から身延を敷いて身延から甲府は後回しにする怠惰の態度を会社が取ったため、さらに甲府経由で身延山へ突撃した団体客が鉄道開通で軒並み富士経由を取るようになり、甲府に銭を落とさなくなったのです。だから甲州サイドの連中は私鉄をとギャン騒ぎしたのですが、富士身延鉄道の懐もやる気も明日の情並みに真っ白に燃え尽きていました。その最中、第一次世界大戦を終えた政府が甲府から身延はバテが引きますと言い出しました。藁にもすがりたかった山梨サイドからしてみればぶっといワイヤーロープがやってきたほどの朗報ですが、この後に及んで富士身延鉄道がいや俺が敷くからとわめき始めました。金はねえのにプライドはあるんだな。だから甲州サイドの連中は私鉄をとギャン騒ぎしたのですが、結局全部富士身延鉄道が敷き切ることになりました。当時は戦後恐慌からの緊縮財政で鉄道に金をビュルビュル出してたらテクノブレイクすること待ったなしだったし、なんだかんだ富士身延鉄道が市川大門を境に北へ南へ線路を伸ばし、身延から市川大門は1927年、市川大門から甲府は1928年に電化でこしらえられました。甲府サイドが遅れてるのは誘致合戦が巻き起こったからです。あんなに私鉄をゴキブリのごとく煙たがっておきながら駅を置けと騒げるその精神、全体へはファンボックスでと言いながらピクシブのタグ検索を荒らす人並みに厚かましいです。そこまでしたのに富士身延鉄道の経営は相変わらず、運賃も図も高いまま赤字を垂れ流し続ける始末。その上東海道中央線を富士身延鉄道経由で乗り継ぐ人も少ない。結局富士身延鉄道の座からは抜け出せず、全通からわずか5年ほどで国有化しろと山梨静岡の民が嘆き、組織を作る羽目に51号事件とかでストップ食らわされましたが、なんだかんだ全通10年後には国有化されました。国鉄になったおかげで運賃が半額にまでなったというんで、ここまで値下げされるともはや出血大サービスどころの騒ぎじゃないです。多分骨髄大サービスぐらいまで行ってますなんて言ってたら、下部温泉駅に到着。向かい側には2023年の4月にできた日帰り温泉施設下部の湯がお出まし、武田信玄公隔週の里を冠してますが、これ以上ないくらいオープンに訴えかけてきてます。歌い文句の下部にされた武田信玄が見たら黙ってなさそうです。ちなみに温泉だけじゃなくてジムも兼ね備えているっぽいです。風林火山のなんたるやを学べる英才教育施設ですね。
ジムで動いてストレス発散？動かせること山の如しって言ってるだろうが。そこそこ長かった身延町を出て、甲府盆地に飛び出し、市川三郷町へ。県内で水晶が取れたことをきっかけに、明治時代からハンコ産業が盛んだった町。その歴史を重ねきて、日本一のハンコの町なんて豪語しています。ぶっちゃけ本人の証明になるかも怪しいハンコ文化なんて、スーパーの刺身にタンポポ乗せるよりも意味ないと思うんですが、そういう文句を口走ると笛吹川に沈められるので、不用意なことは言わないようにしましょう。ってわけで笛吹川を越えて、中央市へ。文字通り、山梨県のほぼど真ん中にある市です。梶川口のあたりまでは、富士川って名前して、身延線とつかず離れずくらいのところを流れていたんですが、甲府盆地まで遡ると、釜無川と笛吹川に分かれて、富士川なんて名前は消え失せるようです。ここまで来て能天気に富士川を名乗っているのは、この路線を走る373系特急、富士川くらい。ただそれも、身延線内の標定速度が50ないくらいで、かなりだれる鈍速特急。ましてや普通列車のトロさっつったら言うまでもないです。この遅さもいいもんだと、ローカル鈍行に心を開いた隙に、3時間という長大修行がつけ込んで、トロイア戦争で使われた木馬のごとく、ナメプをかました心を焼き尽くしております。近くに甲斐善光寺がある善光寺駅を抜け、中央本線と車窓右側で合流し、終点の甲府まで出すと、突っ走ります。なんで県庁所在地に面しておきながら、申し訳程度の格好でくくってるんですか。ポロリもあるよなみに目立たない物言いだけど、ポロリもあるよなみに重要な文言だからな。おい、亀甲縛り久々に JR 東日本の領土に帰ってきました。それをひけらかすかのように、身延線の駅名標も JR 東日本に侵略されています。ちょいと乗り換え時間があるので、18切符の特権を乱用し、改札外へと攻め入ることにします。そろそろがっつり食べようかしら？思い立ったが吉日です。北口から伸びる連絡通路を練り歩くと、ありました。立ち食いそば屋の丸政そばさん、小淵沢に構えられた店が有名かつ元祖なんですけど、甲府駅のすぐそばでも営業してます。クソでかい唐揚げこと山賊揚げは有名ですが、大盛り無料なのが個人的には嬉しいです。私は退職感ならぬ退職美少女なので、悠長に食べてたら乗り遅れそうになりましたが、なんとか間に合いました。のんびり旅に博打の概念を持ち込むな。ネクスト、長野行き、どこまで乗るかは、ちょっと秘密です。中央東線の211系の座席には、ロングとボックスの2種類があるんですが、前ボックスが来てくれるでしょう。私、ロング、のんびり旅は必然的に博打になる。少し進んで韮崎、ぶどうとかの果樹栽培は言わずもがな有名ですが、最近は綺麗な水とか中央道に近い立地とかを生かしてか、先端技術産業が盛んです。この次の韮崎駅は、かつてスイッチバックを取っていたんですが、中央線のキャパを上げるのに伏線化が必要になるとホームを移転しようやとなったのです。チンポジ整えるくらいの軽いノリのはずが、やたらめったら位置で揉めたのは内緒。中央東線のこのエリアはそんな感じで、伏線化、電車化がてらスイッチバックが解消された駅が多めです。そんな韮崎地域は、甲州街道をはじめ、江戸時代から続く街道のおかげで、物が集まった場所。貨物業務竜王駅に押し付けるまでは、韮崎駅は貨物駅としても名を馳せました。今はもっぱら旅客を裁く駅になりましたが、特急も止まる主要駅。とはいえどうしても山に囲まれ、なかなか車窓はローカルで、誰がどう見てもありのままの大自然が、窓の外には広がっております。八ヶ岳高原線とたわいて、1375メートルまで登り詰める、名実ともに絶賛マウンティング中の小海線と小淵沢で顔合わせし、諏訪盆地の中南部、地の駅へ駆け込み中、隣石井石、白樺湖など観光資源が豊富です。まあまあそこまで慌てなさんなってことで。あんまり急いでも途方もない待ちぼうけを食らい、暇すぎて士官太座とかやりかねないと思ったので、精神状態が鎌倉時代に飛ばされないうちに、富諏訪で下車します。この駅の代名詞と言ったらあれでしょ。足湯。鈍行を乗り継いできて疲れているし、何より気になるので、向かいましょうか。でもその前に、でっかいうんこ出してきます。漏れそう。右側に見えてきました。上諏訪温泉を名乗る足湯。40年ほど前に全国で巻き起こった村おこし、一村一品運動に倣って、一駅一名物という名のもとに、露天風呂としてこしらえられたものです。土地狂った立地もさることながら、当時は温泉ブームだったので、大バズり。2002年までは露天風呂だったので、駅のホームで合法的に露出狂ムーブができました。ちょっと期待した画面内の皆様。残念ながら混浴ではありませんでした。残念でも何でもねえか。こんな合成音声鉄道系動画にうつつを抜かす陰キャのお前らのことだから、異性の裸を見ても立ち酔いでめそらしてドキドキして終わりだもんな。露天風呂時代はロッカーで地味に小銭を荒稼ぎしていたのですが、足湯回収後もタオルや温泉卵やらを表のニューデイズで売りさばいて、足もビジネスもついでに温泉卵もぬくぬくのサバルチとして名を馳せています。これには自由放任主義を唱えた経済学の父アダムスミスもにっこり。8月だからか水温は高めですが、じっくりまったり癒されます。長旅で疲れた PC を背負った足に、多幸感。
ラファエロがかつて描き出したようなページでも舞い降りたかのような多幸感。でも不用意に感想をつぶやくと、足を失った人が、と、ポリコレにうるさい多様性中が割り込んできて、ノンクタ足湯に使っている私と、この素晴らしい足湯を名指しで非難しにかかってきそう。そんで足湯が撤去される。あと、水が飲めない人に配慮して、自販機も撤去される。それと人工物アレルギーの人にも配慮して、文明もやがて撤去される。多様性の尊重は多様性の破壊になるからな。そういえこれ旅動画だったね。楽しいことを書こう。電車が来る前に足湯っていうのが日常の一部になったら QOL 爆上がりしそう。でも日常の一部になったらなったでどうせ新鮮味なくなるんだろうな。皆さんはそうした慣れの奴隷になっていいんですか。旅動画で思想を押し付けるな。次、普通、平岡駅、飯田線に突撃して長野県の超南側まで行くやつです。具体的には静岡県の少し手前、後ろを走る長野駅に乗っても今日の旅程に大差はないんですけど、まあいろいろ乗りたいよね。やってきたのは213系。見てくれは211系そのものですが、2ドアが携えられた転換クロスシート車両。JR 東海の持ち物とはなっていますが、今や飯田線くらいでしか働かせてもらえない老いぼれ列車。早いところ乗りに行きましょう。頑張って乗降口等を祈り遅れる。教訓、肥料を舐めるな。なんか忘れてると思ったら、反射する放送大学を映し損ねました。映さなくてよい。そうね、17時30分、富津川を出発。ちょっと進むと、諏訪湖が見えてきました。濃い船などが取れる。諏訪盆地の丼。天竜川もここから流れ注いでいます。で、この諏訪盆地、諏訪湖なんですが、フォッサマグナと大きく関わってます。というのもこの諏訪盆地、糸魚川、静岡構造線とクロスしてまして、この辺りを境に、西に釣りたい東日本エリアと、その場に留まりたい西日本との間で、ずずっと地盤がずれる断層が巻き起こったのです。それで地面が沈んで、諏訪盆地ができたって感じです。日本列島を適当に花いじめしていたら、なんかできてたくらいの耳で生まれた諏訪盆地。諏訪湖の方は、ややぬくい環境気を狙って雨が降り、さらに、盆地と山の高低差も、ほっと増えたおかげで、自然のダムが一丁上がりとなって、湖が出来上がったらしいです。とはいえ万年単位のスケールなので、まるきり想像がつきません。ましてやここからあと10分も乗らないのに、下諏訪で座席小敷にひた走るような私からしてみれば、覚醒どころの騒ぎじゃないです。ってわけで、この旅最初の転換クロス。ですが、座席があからさまにへたってます。小学校の頃に無理やり走らされたマラソン大会の直後の私くらいへたってます。我々は、天クロを快適だと思い込んでいるだけで、実際は何も知らないのかもしれません。こうして、知らないってことを知っていくのです。ソクラテスだね。しかし下諏訪で確定、特急と行き違う長丁場の停車と、固めの座席と、短い乗車時間に会いに、なんとはなしに、毒を煽った気分になりました。ソクラテスだね。このまま乗ると、長野の南の果てに幽閉されるので、岡谷で、平岡駅の列車から、どんずらしてきました。いらっしゃいの何、平岡。バッティングセンターの球でも繰り出してくるかのごとく、間髪入れずに長野行きがやってきたので、信濃国をせっせこ北へと向かいましょう。糸を引くのも国のため、糸を引くのは君にため。17時56分、長野を出発、立つの飯田線方面の支線とお別れし、中央本線は緑湖、塩尻へと向かいます。ビューとの玉を天竜川も、上流だからか、勢いがクソ雑魚で、買い物袋持った近所の顔見知りくらいの存在感で、そのざまさながら流動だび、いや上流だから邪道流尾か邪道流尾、フォルム想像してみたらめっちゃキモいな、と言っているうちに延霊トンネル、6km 近くある長めのトンネルです。今の中央線のメインストリームはこの延霊トンネルですが、明治時代の中央線開通から、つい最近の40年前までは、いろいろあってトンネルが掘れず、わざわざ、立つのまで道草を食ってました。敷設当時、政府も軍部も本当は立つのなんて無視して、トンネルぶっこ抜いて塩尻まで直行したかったのですが、鉄路に恵まれなかった稲エリア。そこで育った第二子、伊藤大八って人が、うるさいうるさいうるさいと、トイザラスで泣き叫ぶ5歳児並みの意地を見せたせいで、立つの経由になったと言います。ですが、開通20年も経つと、さすがにまだるっこくて、塩尻と岡谷を直で水がせろという案が浮上してきました。正論っちゃ正論なんですが、稲エリアがこれまた、うるさいとのたまい、せっかくの明暗がぶっ壊され、急勾配、急カーブの迂回線に固執し続ける羽目に、さすがにだるかったので、1964年あたりになると、国鉄が、第3次長期計画を盾にして、岡谷と塩尻を直接結ばせろと目論みました。立つの支線については、飯田線の延長運転という太っ腹な案で解決したのですが、私腹を肥やした岡谷西部の連中が、俺の地元に線路を敷くな、とわめいたので、計画を立ててから着工にありつくまで、ひどいところでは15年ほどかかったそうです。ごめんなさいが、聞こえないと、お互い罵り合う、岡谷エリアの鉄道事情、恐ろしい、からの塩尻、尻なめ音楽家ことモーツァルトが見たら、狂気乱舞しそうな字面してます。実際は、塩田の砂がかき集められたものを塩尻と言って、それが地名になったって説があるみたいです。在原の成平の伊勢物語にも、初めて富士山を見たとき、まるで塩尻みたいとキャピキャピした記述があるそう。平安時代の文豪の比喩には、目を見張るものがありますね。ですが色々な感性がぶつかり合う現代だったら、もっといい例えが思い浮かぶかもしれません。身延線で見た富士山を思い返してみますか。そういや雲が邪魔で見えてねえから例えもクソもないわ。今の塩対応マウンテンが。
富士山のことは一旦忘れましょう。塩尻からは篠ノ井線に突撃します。なかなか聞きなじみのない路線名ですが、歴史に関しては一丁前。篠ノ井線の開通は1902年、今から120年以上も前の明治35年のことです。鉄道敷設法では中央線のお仲間的役割として計画されたんですが、しかし第一期線には組み込まれませんでした。これは大問題。1と2じゃまるで格が違います。コンドームは 0.01 と 0.02 くらい違います。ただ長野か篠ノ井スタートで松本を経由して中央本線にぶっ込むこと以外何も決めてなくて、ルート計画は小学生の夏休みの宿題の予定並みにざっくばらんで適当でした。それこそ大江戸線ルートで松本長野を結ぶかとも考えられたほど。でも機長の空論の第二期線のままでいつまでも敷設せずグズグズしてました。しびれを切らして私鉄の信濃鉄道会社が立ち上がり、もううちらが篠ノ井線宿はとまで言い出すも、政府は篠ノ井線を寝取るなと言って敷設案を突っぱねました。ぐずついている割にプライドだけは高いあたり、なんかチーユーニズムを感じます。まあ結局今の篠ノ井線に近いルートが一番安上がりだとわかると、日清戦争直後の苦境にあんあんあえぎながらも6年半くらいで敷き切るのですが、そうこうしてたら JR 貨物の南松本駅が見えてきて、松本市街地へ。でその次が名古屋から島野とかが殴り込んだり、新宿からあずさが終着駅として流れ込んできたりする。アルピコ交通上高地線が伸びる松本駅を出てさらに北へ、ここからは1時間に1本とかの世界になるからか、あまり乗客は見受けられません。なので角の席なんかも余裕で取れます。なんかボックスシート編成にとことん避けられている気もしますが、なるべく気にしないようにします。で列車は安曇野市に突撃してわさびの産地明石までにじり寄ってきました。こっから次の西条駅までは明治時代の敷設当初、勾配、急カーブ、地滑りと何でもありな濃淡拒否のお宅並みに厄介な線路として立ちはだかってました。そんな中、篠ノ井線を伏線に魔改造するのだという案がひょっこり浮上してくることに。ですが横にそっくりレールを敷くことなんぞ地形が許しませんでした。濃淡拒否ルートにそんな器量があるわけないだろ。なので伏線殿下の大工事などと大口叩き、第三白坂トンネルをかっぽじりました。勾配も気持ち緩くなってますなんて語るうちに西条駅に着いたんですが、やたらめったら停車してますね。それもそのはず、ここ結局単線のまま放置されているからです。なんたってトンネルを貫き通す手前あたりで国鉄パワーが虫の息になり果てまして、とりあえず尻拭いは JR にやらせたのですが、この区間は毎時1本の普通列車と毎時1本の特急しか走らない場所。この低たらくで本数多いですねと褒めちぎる人なんてどす黒い心を持った京都人くらいです。けど寝るし足も出るのに利益は出なくておじけづき、電化開通まではひとまずありついたのですが、伏線にアップグレードするのは二の足を踏んでいるご様子です。単線という縛りプレイはいささかきつく、普通列車は特急対比に地団団を踏んでるのですが、あと6年ほど信州を駆け抜けたら命を散らしそうな3パー3系、信濃には届いてない様子です。カーブにへこって安易にチンポジをずらしてくる振り越し車両の癖して、随分無直な性格してますね。途中、名前くらいは聞いたことありそうな南麓駅、小バス停を通ります。手前には棚田、奥には千曲川と千曲市、そのまた奥には長野市のきらめき、田園風景を改装している時の夜の車窓は、正直、道具ハウスくらい殺風景なものですが、もはや、19時という制限も何のそので、プラネタリウムのような、圧巻という言葉ですら足らないほどの車窓に圧倒されています。プラネタリウムにしては明るすぎるって、肉眼だとこうしか見えてないからな。カメラが真実だけを映すと思うわよ。ちなみに、日本三大車窓のうち、残り2つは根室本線、視察線にありますが、前者は新線切り替えで夢の後、後者は復旧目と立たずで虫の息、気軽に、そしてまともに見られる車窓は、もはやここくらいしかありません。日本三大車窓の行く末は、どうなることでしょう。代わりはいくらでもいる？あの破電車みたいなこと言うな。そうやってるのが落下してて、結局よかった頃、ビューディーさんが引きつって、チリもなかったら対応させてよくない。モチベーションもあるようにスイッチバックを下ろしてきたらやってこないなよ、この世にずっと足引きにある。あ、スイッチバックに突入したね。計画当初から小バス停駅は、スイッチバックでやりくりする予定でした。33パーミルとか25パーミルの勾配とにらめっこしてきた、鉄道省にしては、相当潔い決断です。美しい車窓というのはそうなんですが、19時の篠ノ井線は、騎兵にあえぐサラリーマンがまばらにいる程度で、電上げでキャピキャピしているのは私だけで、目の前の棚田でも焼き尽くすんじゃないかってくらい、顔から火がぶちまけられました。あと、遠くで見ると、息を呑むほど綺麗だった夜景も、近くで見ると、めちゃくちゃ普通になり果ててきました。もはや、光がまばらにあるって感覚です。人間は認識に支配されている。これが、コペルニクス的展開ってわけですか。なんか感動したのを感動された気分ですね。感動、感動、感とだけに。説教臭いシャレだな。列車は篠ノ井駅に到着。旧信越本線、現篠ノ鉄道との乗り換え駅です。追加文明の追ってから逃げ惑い続けてきた長野エリアに突撃。2025年くらいに追加が導入された暁には、ここも東京近郊区間にぶち込まれる予定です。とどのつまり長野は東京ってことです。狂っているとしか思えない。
アキネイターが、長野は東京？って聞いてきたら、いいえ、選ぶ以前にそいつ精神科に連れて行きますよ。あるいは長野だけ治外法権なのかもしれません。というわけで、お前らが治外法権なんだと呼んでいる区域、長野帝国に到着しました。群馬県境から 20km くらいしかないらしいですが、長野は関東じゃないのでセーフです。もしアキネイターが、長野は関東？って質問してきたら、とりあえずそいつ精神科に連れて行きます。16分の乗り換えは、ポビに短し助けに流し、お前のチンコはいずれにせよ短し、改札外に出て切符を買うのに8分使いましたが、まだ8分ほど余ってる。でも食料調達となると、これが博打。終着駅の面を下げてる妙高高原に期待しよう。帰宅ラッシュにぬらりくらりと直撃した上、にじり夜空腹の脅威にたじろぎつつも、乗り継ぎ先は北陸新幹線が開業で山積に化けた北信濃線、SR1系って言います。信濃レールウェイは、1には、新たな歴史の始まり、オリジナルなどの意味が込められています。E129系ベースどころか、ほぼ E129系のパクリなのに、オリジナルと名乗れるなんて随分ガバガバですね。レオパレスの建築物くらい、基準がガバガバだ。長野盆地を駆け抜けて、新潟県境へ。19時50分、向こうの白鷹小波号とともに、長野を出発。言わずもがなのような気がしますが、信越本線のこの区間は、北陸新幹線の開業で JR に捨てられた代物です。3駅先の豊野から長野までは JR 飯山湖線も、直通ついでに噛みついてきますが、そこも品鉄の持ち物です。北長野に車庫があるだろ。品鉄の取り分は豊野から妙高高原までにしろという株コメもありましたが、貴重なご意見としてありがたく無視されたようです。実際問題、北信濃線の運行はハードモードで、開業前からすでにヤバいのではと思いつつも、運行本数をなんとか維持してきたものの、某ウイルスによる経営悪化にのた打ち回る羽目に。それで品鉄は2023年で大々的に大減便と言ったのですが、とりわけ重いのが北信濃線の豊野以北、2割以上の減便を食らい、上下計32本に大感染だったはずが、半ば満身創痍の状態です。一応、北長野でどっかり下ろしたので、地域の足としては機能していますが、こんなありさまでも、ここに鉄道をよこせという運動は、遥か昔の140年前からありました。その元凶は、地域を潤そうと、高崎から直江津に鉄道を持ってこようと考えた、上越市の矢沢幸四郎って人、薄い峠によじけづく姿勢をみじんたりとも見せていないあたり、どうせ鼻くそでもほじりながら計画したんでしょうけど、3人によれば文殊の知恵だかなんだかで、その辺の人間を寄せ集めて、信越鉄道会社を立ち上げたのでした。600人、130万円ほど集めたところで、私鉄しかせろと、政府にでかい面下げて突撃しに行ったのですが、政府も政府で中山道線の物資運搬のため、直江津から上田を敷こうと目論んでいたのです。だから政府は突っぱねたのですが、まあ奴らのねちっこさは、港区女子に並びそうなほどみっちょ前で、会社が、私鉄国鉄どっちでもいいから早しろ、中山道線とセットで敷け、とやじ飛ばしたので、政府が直々に、直江津から上田は官営で敷きますよと、社交辞令法をぶち込んだら、やっと黙りました。ついでに会社も生きる目的を失ったから散った。そうした微笑ましいやりとりを紹介しているうちに、列車は豊野駅に接近。長野新幹線車両センターを横目に、北信濃線は北西へとひた走ります。で、この豊野で朗報、席が空きました。遠慮なく座らせていただきます。で、あら、対面の席に落とし物が、ポケットティッシュかな？新州挨拶運動、挨拶とかいう社交辞令なんて、もはや遺失物程度の存在なんですね。思考回路を金繰り捨てて、人間をまるきり信用すると、いずれ滅びる、滅びる、滅びる、まるで関東平野みたいに。あっそうそう。座席自体は JRA ご自慢の物と似たりゆったりで、もはや座り心地は語る必要ないと思うんですが、モケット自体は、信濃鉄道を象徴する赤をあしらってます。車両の外側にも同じ理由で赤を使用。情熱やら温かさやらも表せるっていうのも、赤の特徴だそうで、スターリンとかが見たら、黙ってなさそうな理由付けです。冷戦もスターリンからしてみれば、おそらくハートフルです。知らんけど、ちなみに SR1 系の仙台車両は、向こうで長野方面を照らしている、鉄道ファンが浸水しがちな国鉄形式、115系。品鉄は、ゆりかごの頃から11編成ほど抱え込みつつ、時折 JR が捨てたのを継ぎ足してきたのですが、今時40歳の老いぼれを養える部品なんぞ、目をオードブル張りにでかい皿にでもしないとありつけません。だから、カラフルな115系帝国なんぞから、抜け駆けして SR1 系を作り上げたのですが、そのうち、赤黒くて太くて長くて硬くて立派な見た目をしている、品鉄オリジナル塗装から、赤の要素を持ってきたといいます。オリジナル塗装自体は、よちよち歩きの若気の至り、単なるイメージ転換を理由に、渋い赤と、ガンメタリックな黒が使われたとか、情熱だの温かさだのといった論調が、急に白々しい舌先だけの理由付けに思えてきましたね。そうしたカルマにキビスを返して、信濃町へと入り浸り、野尻湖のほとり、黒姫へと歩きます。姫と竜がイチャコラしたりしなかったりする、黒姫伝説は、そこそこ有名です。そして物語外では、ドラゴンカーセックスならぬドラゴンプリンセックスからの姫始めという、素晴らしい展開が繰り広げられると、倉庫を騒いでいるうちに、いよいよ新潟県の妙高高原、品鉄ラストの果ての駅。本当は、妙高高原インターのあたりに、関川って駅を設ける予定だったのですが、
宿場町と反対運動の都合があってか、ちょっと東にずらして今の位置に田口駅として置かれたらしいです。この駅がスキーブームとかで賑わいを見せてくると、地元の方々は欲をむき出しにして町名と同じ妙高高原にしろとわめいたのでした。その結果、今の駅名になったといいます。もっとも町名は町名でもなく、平成の大合併で荒石もろとも妙高市へ化けるわけですが、ってわけで妙高羽馬ラインとの乗り換え駅、妙高高原が近づいてきました。23分の乗り換え待ち、飯ら頼む。今だったら霞だろうが何だろうが食える。でもマジで霞出してきたらその店訴える。近くにある妙高戸隠連山国立公園への登山も、新潟を牽引する産業ことスキーも、品鉄のギラついた車体を除いては、妙高高原の駅は水を打ったように静かで、さながら止まったレコードのよう。無論、挨拶できるような相手もいません。新州挨拶運動ですら、謎のままだったんだから、越後挨拶運動が成り立つわけないだろ。とにかく改札外に出て、お店を見つけるんだ。何もねえ。思考回路を金繰りしてて、勉強の域をまるきり信用したので、滅びた。滅びた。滅びた。お店の代わりにお出迎えしてくれたのは、ガトカの虫さんとクモノスさんでした。さすが、高原のネームバリューを汚さないぜ。そうこうしていたら、本日の目的地、直江津に向かう越時の車両が来たので、早く戻りましょう。例のダイヤ改正と同時に、品鉄と越時の乗り継ぎ割引も廃止されたので、アクセク乗り継げるならともかく、長野から直江津までを投資で買う意味は、多分ないです。車両は ET127系、元 JR の持ち物。ローカルじみて角張った、新潟チックな面持ちからは、ET のような出会いを感じますが、つい最近、JR が持ってた E127系の残党が、横浜県川崎市を走る南武線まで攻め込んだため、こいつはひよっこながら、まごうことなく首都圏っ子です。プラトンだってそのうちこいつを、首都圏っ子のイデアとして崇め祀ると思いますよ。しっこ、21世紀に入る、少し前の産物だからか、バリアフリーもヘッタクレもない広さなのはともかくとして、211系トイレのマイナーチェンジ版といった印象で、だいぶ、国鉄の残りがを感じます。しっこ5兆リットル出した。ライトグリーン色のロングシートに身を任せ、20時58分、妙高高原駅を出発です。さて、越後ときめき鉄道がせしめる妙高羽馬ラインに乗っているわけですが、妙高はわかるとして、何ですか羽馬って、四十八手の一種。そんな理由じゃなくって、妙高山にふっと浮かぶ雪形、つまり残雪が織りなす模様が由来。この西側に佇む妙高山の雪解けが跳ねる馬みたいな形だねっていう言われから、もろもろ取ってきているんだとか。風情なんてあったもんじゃないことを言うと、山にプーマのロゴが現れるみたいなもんです。車窓はぶっちゃけほぼ変わり映えしない田畑なんで、車内の動画素材ばっかりで恐縮ですが、列車は関山を出ました。で、信越線の中でもとりわけ早く開業したのがこの関山から直江津。ただし工事はお茶の子さいさいとはいきませんでした。このタイミングであれなんですが、恒例の絵が描けてしまいました。関東地方を経由せずに伊豆急下田から岩木までカッポするってのがこの動画の趣旨なんですが、別に関東地方を経由してストレートで行っても普通にきついよね。なんで映画に触発されてまでこんなことしてるんだろう。いや実際は映画見る前どころか映画の大枠すら知らずにこの動画撮ってるんですけど、あと千葉の形ラリってない？緩和9台。まず、関山から新井までは、大体こんな感じでルートが繋がっているんですが、山越え突っ切る区間なので、10パーミルオーバーが連続、ツルペッタンスペースが少ないもんだから、駅を置くときに困りました。そこで、さっき出発した関山駅は、真っ平らなところにもろもろ設けるため、スイッチバックを採用しました。その関山駅のスイッチバックは、1985年まで生き残るのが関の山で、移設とともに普通の駅になったのですが、この日本利益では、未だスイッチバックを強いられ強いたげられ、今やパワフルな電車ばかりなのに、何が勾配だ、鉄道ファン迎合かと疑うような駅構造がまかり通っていますが、この日本利益、お隣にあった日本総大の貨物船も兼ねていたのです。さらに言うと、そこの工場のおかげで、ゴリゴリに利用者を増やし、多くて1日に6000人が使うほどの大御所に。そんな具合で、大阪の串カツ屋が見たら、ドン引きしそうなズブズブ二度漬け関係でした。貨物は2007年で役目を終えたのですが、今度は110年前から変わらぬ駅舎が色眼鏡で見られ始め、駅舎とか雪囲いとかが国の登録有形文化財に認定されたおかげで、歴史やら伝統やらともズブズブになる羽目に、いつまでも伝統だかなんだかに固執して、学校の椅子がガチガチの木製のから変わってないのと同じように、越時のスイッチバックも伝統に執着して当分なくなることはなさそうです。そんで、妙高市の中心部にして、飯山街道、北国街道との分岐点、荒井駅、大日本セルロイドなる会社の化学工場が、この地であぐらをかくようになってからは、団地も作り上げられるくらいには、化学工業とかが盛んになっている町です。その次の北新井を出たら、新幹線との乗り換え駅、上越妙高。ところでこの運用、そんじょそこらの列車とは、性格をことにしてまして、お帰り上越にも、なる着飾った固有名詞がついています。こいつが何かと言いますと、新幹線からの需要を拾う臨時列車です。臨時という立派な表札を張り出してはいるものの、何の気なしに毎日走ってます。でも、毎日臨時を掲げるくらいは許されるでしょう。
その辺の YouTuber だって並レベルのことに対してもヤバすぎるみたいな小学生レベルの薄っぺらい簡単を毎日のように打ち放ってますし、ちなみにお帰り上越は3列車あるのですが、3つとも下り新幹線との接続をきっちり取ってます。東京とかからはるばる新潟県まで張り付いた乗客を優しく出迎えてくれるメイドさんみたいな存在の列車ですね。お帰りくださいませご主人様なんて言ってくれちゃったりして、外幕霊廟で帰れと指図するなんてすげえ冷徹だなって。でもそれはそれで興奮しない？しない。あっそ、大名兼信作戦こと天下武神で作られた高田城、そいつが鎮座する高田エリアを抜け、なんやかんやで上越市の直越に滑り込みました。寝取られと見まがいそうな ETR のロゴと妙高羽馬ラインの駅名標が夜の高田平野に眩しいです。エッチゴボッキメキメキ鉄道南高羽馬ライン、隣を発車しているのは新潟駅からの四国特急白雪8号の荒井行きです。こいつも荒井に着いたらお帰り上越3号として運行されます。去年までは折り返しの回送運用だったのですが、それを出しにして普通列車としてこき使われるようになったそう。血で血を洗うローカル線事情の中、随分出血大サービスな運用です。まだ22時にもなってないので、電車があれば長岡まで突き進みたかったのですが、ピンの底でも漁るかのように時刻表を凝視しても、残念ながら今日はもう JR の電車がありません。そうと決まれば、快活行って飯食って寝ます。おやすみなさい。死に物狂いで快活に鍵付き完全個室を求めに行ったのですが、悲しきかな、そこに空きはなく、ブースに緊急避難するも、四方八方からのいびきという仕方のない生理現象に蹂躙され、お気がき一発鏡を見たら、ギャグ漫画でしか見ないレベルで目が血走ってました。どうも、絆終わりです。残りは、新潟県と福島県を抜けるだけ、机上区間が多いので、サクサク行きます。目覚ましがてら、信越本線の快速に駆け込みます。ってわけで、6時11分発の長岡駅、首都圏で JR 東日本の快速といえば、快速という看板を舐め腐っているかのような停車頻度ですが、信越本線、直越エリアの快速はどうでしょう ?18 切符片手にお手並み拝見。4番線に佇んでいるのは、すごくおなじみの E12 休憩。いちいち時計を追い出し、E127 系の不足分を埋めた、新潟地区の顔どころか、事実上の独占状な車両です。車体の帯色は、黄金イエローと時ピンク。E1 系、E4 系新幹線から取ってきた色です。鉄道ファンからしてみれば、引退した新幹線の意思が受け継がれているみたいで嬉しいね。おまけにこの列車は快速なので、事実上新幹線です。じゃあ乗れないじゃん。私新幹線禁止の呪いにかかってるんだから。エロ。ごめんなさいね。急にアレな本を拾った男子中学生みたいな乗りになっちゃって。座り心地は品鉄で乗ったやつと同じ。深く腰掛けようね。モケットカラーは、冬の新潟に歯向かうかのようなピンクブラウン。しかし、夏ともなると、暑さとタッグを組んで、男子更衣室並みにむさ苦しい様相を呈しています。あの男子更衣室フェチとか私にそういう趣味はないです。ドラマでよく見るじゃん。見ない？それはお前の見ているドラマが悪い。風の根も出ねえや。ってわけで、ET127 系が佇む、直越運転センターなる車庫を横目に、いざ東へ、ラッピング車両と、聞こえの良い物言いにかこつけて、全身を広告塔に魔改造された車両たちがお休み中。もっとも、花から存在が広告塔みたいな車両もいて、こいつは駅時の413系。休日とかに観光急行として借り出され、糸魚川とかその辺を国鉄州を漂わせつつ爆走しています。昔は良かったと帰らぬ過去ばかりを嘆いて、今は悲観的な目でしか見られない人も大満足です。山積か反対とか言ってる人は知りません。どうか、そのまま、北陸に重苦しい空気を寄せつけないで暮らしてくださいませ。からの北北線との乗り換え駅、西潟。地名の由来は、砂丘の内側にある沼。砂丘で海と隔てられた沼を語って言いますよね。新潟って地名も沼由来、新潟の方の字は書けないから簡単にしろって言ってるやついますよね。そいつ漢字の由来に反旗を翻してる非国民です。漢字弱々マンに喧嘩を売るのも浮かばれないので話を戻します。この辺りでは砂丘が地形を侵犯していたから西潟と言ったのですが、信越エリアには不可抗力の鉛があって西が発音できず西になります。それがまかり通って西潟になったと言います。そんなわけで信越本線には、土底浜、片町、上下浜など、海が思い浮かぶ駅名がかなり多めです。とりわけ象徴的なのが、日本海とガチ恋距離に陥っている近江川駅。クーラ八景なる、この海岸線のあたりに救う絶景は、北越鉄道時代からの観光地として名を轟かせています。そうそう、北越鉄道っていうのは、このエリアの信越本線を敷いた私鉄のことです。しかしこの区間は当初、政府がこしらえる予定でした。それどころか工部長は、私鉄の草瀬小財力とお粗末な目的ごときでしゃしゃるな、とまでけなした始末。そういうんで地元住民は、直越から新潟までの鉄道を心待ちにしていたのですが、薄い高原に、広めを向いていてそれどころじゃないし、新潟だけ開通させても、需要は高が知れている。それどころか、雪降ったら鉄道は終わるんだから、船使えとまでわめく始末で、バリ雑言マシンガンを乱射しまくったのでした。火に油どころか石油を、柏崎の西山油田で、明治末期に採れた石油でも、注ぐかのような物言いでしたが、ですが、そんなので折れるほど、越後界隈は弱じゃありません。
1894年、北越鉄道が免許を勝ち取って、直江津から長岡新津経由で新潟柴田まで結ぼうとしました。途中、大見川のあたりは、トンネル8つをぶち抜く難工事だったのですが、1898年にはやっとこさ塗ったり、新潟の近くまでの開業にこぎつけたと言います。まあ開業にやりつくまでに、一番きつかった部分は、難工事とかそういう以前に、てこでも動かなかった、セーフちゃんのプライドに歯向かって、免許を得てくることだった説はあります。とか言ってたら、快速列車は越後線との乗り換え駅、柏崎までにじり寄ってきました。んでこの快速なんですが、柏崎までは、1駅から4駅ずつ通過している感じです。しかし次の来訪時ともなると、全然話が違ってきて、急に7駅すっ飛ばします。一コマ目から主人公が裸で始まるエロ漫画くらい、展開が急です。各駅停車だったら能天気に1時間半かける長岡までの道のりも、こいつの手にかかればせいぜい1時間ちょい、特急というほど遜色ない所要時間です。向こうで直通の距離合わせのために、のんくた走ってそうな ET127 系も、これには顔面蒼白、と思ってたら君子表編でも体現するかのごとく、旧型国電を模した新潟色の車両が、後ろにくっついてました。あれも一応広告塔扱いなんですが、それ以前に、エチトキの社長さんが、鉄道ファンだからこそ、こういう塗装が行われているとか、鉄道ファンというと、何かにつけてキーな目を向けられる、悲しい運命が多いものですが、こういう旅情の枠、粋なものを見ると、ロマンを感じます。ロマンって字面だけは奥深いけど、感想としては、めちゃくちゃ薄っぺらいな。とにかく、柏崎からは、怒涛の20分ノンストップ、くねくね道ですが、そこそこ快走です。おぞましい量の動画素材を没にして、来光寺まで近づきました。明治時代、ここと小千谷の間では、何かと交通量が多かったようで、ここから信濃川の近くを南に 10km 行った先、小千谷まで軽便鉄道が伸びていました。業績は順風満帆でしたが、それは、上越線が開通していなかった頃の話。上越線が開通してしまうと、一気に窮地に立たされます。窮地に立たされたネズミが生き残るには、猫を噛むしかありません。なので、必死に国鉄にアピールした結果、おいおいレール幅を変えて上越線に直通すると、現地まで取って、なんとか国鉄魚沼線として生き残りました。ですが、太平洋戦争で一旦休止、戦後復活しても、利用者は低空飛行。老衰して弱り切ったネズミに、猫を噛める程度の体力は、残っていません。そういう理由で、1984年で、息の根を止められました。首都圏と新潟を結んだ、上越線の光の部分は、大きいですが、それとは真逆で、闇の部分も、それなりにあるものです。光と闇って表裏一体ですね。これは全然関係ないことなんだけど、光も闇も極部隠すのには使えるよね。光と闇って表裏一体ですね。そんなのどうでもいいから極部見せろ。どうも、キズナ終わりです。標定速度 70km は出している、快速どころか爆速を名乗った方がいい列車で、長岡に着きました。別に EM 線で新潟県に突入してもよかったんだけどね。宿に苦労しそうでやめちゃった。ごめんね。駅の真ん前には金玉袋と金玉袋じゃねえや花火が有名なのをいいことに、生産尺玉と打ち上げ塔のモニュメントが置かれています。でもどっちも中から小さい白目の物が大量に出るし、同じようなもんでしょ。あとこれは余談なんですが、これね、喫煙スペースの至近距離にあるんですよ。喫煙スペース以外で矢に吸ったら、新潟県もろとも焼き尽くすからなという、新手の脅迫を感じます。ラッシュ回避と朝飯目的で、心長岡港内に30分くらい居候してました。駅中でいただいた高菜明太丼とお蕎麦のセット、美味しかったです。ネフォで乗ってる揚げ玉、弾力のある麺、素朴でピリ辛なアクセントの丼とかで、健康ランクが19億9000万ほど上がった気がします。あ、施設内は撮影禁止だったので、私の文章で感じてください。感じろっつった。行くー！チンカス特製レイドラゴン。何が？何はともあれネクスト。8時12分発、新越線の新潟行き。こいつが魔界都市新潟の縄張りに襲いかかるのは9時以降なので、朝ラッシュとは無縁っぽいです。後ろからは、快速と17分差で直越を出たのに、最終的に40分以上水を開けられた長岡行きが来たので、早いところ良い座席を確保して、後発勢にマウントを取りましょう。これが人類史の縮図です。というわけで、長岡駅の2番線から飛び立ちます。ちなみに、向こうに見えているのは1番線。花火大会でごった返す時くらいしか開放されません。普段は使わないのをいいことに、ご丁寧に階段まで封鎖されています。もはやここまで来ると、藁人形に五寸釘でも打ち込むかのような恨み節を感じます。これがボックスが埋まるほど混んでいて、フルツのあたりまではモルモットのように縮こまってました。他愛もない学生さんの会話が、万年ぼっちの私に突き刺さります。こちとら年齢小なり彼女いない歴ですが、文句ありますか？気づけば、次が乗り換え予定駅のニーズ、北越鉄道の足跡をひたむきに辿っています。そんな北越鉄道は、1907年の鉄道国有法で買収されることになりました。せっかく政府に喧嘩のバーゲンセールを食らわして、新潟県にぶっとい感染を敷き切ったのですが、何にしたって旅客がヘナチョコフネチン。確かに、石油やお米を輸送する役目こそ、船から強奪することができたんですが、金をドバドバ消費した割には、大した成果が得られず、しかも、北陸本線が開業すれば化けるから、と遠吠え。最終的に、新越本線の仲間入りを果たしましたが、ある意味それで良かったかもしれません。国有化までの11年のうちに、脱線1回に、衝突事故を3回も引き起こす。シャレにならん片道切符鉄道へと化していたので、
ってわけで、ニーツで新越線を乗り捨てて、そのまま、磐越西線へと駆け込みます。さてさてお次は、9時33分発の会津若松行き。この区間は昔乗ったことがありますね。動画で扱うのは、ちゃっかり3回目。向こうのホームには、SL 磐越物語のマスコットキャラクターが、何食わぬ顔で、人様ごときが座るべきベンチを占有して、楽しげに旅人を見送っています。でも次の列車、あっちじゃなくて、私のいるホームから出るんで、もはや虚空を見つめているだけの怪奇動物へと化しています。そんなニーツ駅に迫り来るは、キハ110の2両編成。2両繋いでいる上に、この駅が始発なので、なんとなく座席の確保はできそうですが、それすら一切の安心材料にならないほど、ホームが混んでおり、座れるかはなかなかけです。2時間半のロングランだから、なるだけ確保したいのですが、おいおこじろう、ベンチに座ってないで、なんとかしろ、うんぽこ。すでに乗った区間なので、ニーツから会津若松を通って、郡山まで行く、この路線のルーツは手短に。磐越西線は私鉄で敷かれたのですが、当初は、磐越鉄道って言いました。越後はご想像の通り、今は岩城の国ですね。福島県を縦にぶった切った時の西側、おももちこそローカルですが、ルーツは古く、1887年にまで遡ります。何しろ、越後エリアと岩城エリアは、クソでかい越後山脈に阻まれて、交流が疎遠でした。そんな中、東北本線が福島を練り歩き始めたのもあって、新潟、福島に鉄道を敷こうとなったのです。ただ、1887年の案は、計画性もおつむに足らず、ぶっちゃけ床屋談義みたいなもんでした。そうやって、数年ほどうじうじしている間に、鉄道敷設法という爆弾が投げつけられました。その内容、柴田から米沢は、新津から会津若松経由で白川、本宮っていうもの。ちなみに、この鉄道敷設法が出された時点で、南会津エリアの人は興味をなくしてます。だって、磐越線が通れない以上メリットないし、野岸鉄道の実現の方が重要になってきたから、人間はちゃんとした人参でもぶら下げとかないと、てこでも動かないもんです。ちんちんぶら下げてる人は勝手に右手が上下に動くらしいけど、もっとも、磐越線が通りそうな地元にとっても問題で、こいつは第2期線の予定でした。早い話、都内の後回しにされそうな雰囲気が漂っていました。だから、衆議院議員らが政府に向かって、第1期線にしろ、と招き立てる羽目になりましたが、帝国議会が、じゃあの、って言って解散したので、単なる無縁に、腕押しに終わりました。ならもう、鉄道敷設法なんか知らん。私鉄でやったると、立派な蛙化現象を繰り出して、金銀銅とかの輸出、新潟県の貨物、日本海サイドの防衛に使える等々を立て上げ、1897年に免許をせしめてきた磐越鉄道が、郡山サイドから侵略元へ敷設を始めたそうです。ちなみにほぼ同時期、新潟鉄道株式会社なる別の私鉄が、同じルートで敷設を画策していたことも、磐越鉄道にお尻に火がつくきっかけになりました。抜け駆けされたら困るので、争いはよかれあしかれ、なんだって生み出すもんですね。争いは何も生まないとのたまう、一点の曇りもない眼差しの犠牲者様には申し訳ないですが、そうして20世紀になる直前の1899年、郡山から会津若松までが開業しました。その後は、分割資金繰りがたたって、北方付近の誘致合戦に頭を抱えたり、北方までの開業にこぎつけても、新潟の土を踏むのに、二の足を踏んでばかりで、国防を謳う鉄道国有法にガン飛ばされた結果、磐越線として、国鉄の持ち物になったのでした。と、列車は5000駅まで来ました。優しい肌触り、ニットの生産量が日本一の町、優しくない耳触りな避難道具を安全地帯から浴びせるニートとは、地面こそ似ているのに真反対の位置にいます。強いて言うなら、糸から河口まで全部この5000の町で、一歩たりとも外に出ずに、地元でぬくぬく育つって点は、ニットとニートの共通点と言えるのかもしれません。でもここのニットって、世界があまねく注目するレベルなのに、ニートにそのポテンシャルはねえか。助手席の椅子がないからか、パイプ椅子がくくりつけられてる。収まっすぎて笑っちゃったけど、座り心地よくなさそうなパイプ椅子。かわいそう。パイズリスは気持ちいいのに。多分。ところで、今でこそ磐越西線の独占上な5000駅ですが、平成中期には、ここから蒲原鉄道なる私鉄が伸びたそう。というのも、この南側に村松ってエリアがあって、人力車、乗り合い自動車ともども5000との往来が激しかったこと。さらに、もう少し離れのところに白滝鉱山があって、そこをドル箱にすることを目論んだのです。そうした理由で、まず1923年には、5000と村松を結ぶことに成功しました。しかし、わずか 4km ばかりの区間を、砂糖をちびちび舐めるような運行で満足するような立ちじゃありません。蒲原鉄道のターゲットは、新越線と磐越西線を村松経由で結んで、三角形を作る、ってことでした。まるで、上の表みたいに、完膚なきまでに綺麗な三角形を作るつもりでした。誰がどう見ても外形だろって言ったやつはぶっ飛ばします。そうして1930年、村松から新越線の長岡サイド、鴨までをつなげました。しかし、この鉄道の三角形は、鉄の三角形と違って、いささか脆い。某笑顔と詭弁でごまかそうとしている、アイドル事務所の倫理観くらい脆い。というのも、昭和後期に、マイカー文化と人口減に折檻される始末、零細施設の心をくじくには、十分すぎました。皿の上の砂糖に飽き足らず、ケーキまで求めるかのような顔馳せで、鴨までやってきたのに、噛みつぶしたのは苦虫のみで、ほぞを噛む始末。結局、1985年に、蒲から村松は廃線に、残された区間も、もはや塩の味しかしない状況で、20世紀の直前に、あえなく廃止となったのでした。
そういえば、万越再選には村松経由の計画もあったんですが、町民の反対でそれたそうです。そのくせ、蒲原鉄道の話になると、金持ち町民が札束出したり、挙句の果てに、こっちに線路よこせと吠えたり、世の中なんてのは古今東西、所詮金持ちの訴えで決まるのかしら？もしそうなら、好き？なんていう、趣味の悪いアスキーアートなんかやってる場合じゃないです。むしろ5000兆円欲しい、を復活させるべきであって、あ、先花駅まで来たね。一見和風で素朴な見た目の駅ですが、JR と自治体らが協力した、新潟デスティネーションキャンペーンと同時期の2014年、SL が見える展望台付きの駅舎になりました。さっきのホームから見えた駅舎が、どことなく大正ロマンっぽいような、わかります？いつまでもロマンにすがってりゃ生き延びれると思うなよ。そうですか。ちなみに、万越再選の愛称、森と水とロマンの鉄道って言います。さらっとこの路線のアイデンティティを否定したね。お前がコール&レスポンスに乗ったばかりに。しかし、わざわざ鉄道国有法を持ち出してまで、レコンキスタマガイのことをやる国鉄からしてみれば、そのアイデンティティは大事。最初でこそ第2期戦という、マイナーで後回しで不遇で、漫画で言ったら、一部の人の性癖を確実にえぐってくるけど、一巻のうち1話出てくるかも怪しいキャラ並みの扱いだったのですが、買収後は、汚名を返上するかのように、第1期戦にされ、北方と新津の両サイドから工事が進みました。ちなみに新津サイドは、新越本線の支線って扱いで工事が行われました。でも、見ての通り穴野川、穴川キワキワの断崖絶壁ゆずきゆかりロードばかりでしたので、あかりちゃんどういうことかね。クソでかい槍の芝漬け。何か？穴野川の水は深い上に爆速だし、おまけに洪水で最悪な目に遭わされる工事の難易度。新津から北方まででさえ、大小ひっくるめてトンネル22個、橋の数は99もあるそう。橋の数とかカウストしてそうですね。追加で1個作っても99のままだったりするのかしら。とにかく1914年、野沢から津川までの県境区間が開通して、やっとこさ全通までたどり着いたのでした。それ以降、草雑魚な新越線に喧嘩を売るべく、上野から郡山経由、新潟行きの直通列車を走らせてみたり、新潟、北陸と首都圏、東北を結ぶキーマンとして活躍してきたのですが、前者は上越線、後者は羽越線の開業で、割とどうでもよくなり、今は、イレギュラーでも起きない限りは、ローカル輸送に徹しています。遠目に見えるあの道路でこそ、お前に娘はやらんと威張る南高野寺のように、車を寄せ付けないバリケードを誇示していますが、万越再選の人事でなく、動脈じゃなくなった今や、ただ空虚ごとの自供にすがる毎日です。でも、イレギュラーが起きた時は、英雄になります。例えば、東日本大震災で、東北本線がダメになった時なんかは、ガソリン、灯油輸送で、一種報いました。その万越再選も2022年夏に、大雨で被災に打ちのめされたのですが、その一種に白羽の矢が立ったからか、ローカル線にしてはハイペースな8ヶ月で復旧しました。そうした復旧ムードがまだ続いていそうで、正直座席確保できるかが不安だったのですが、津川の7分停車とワンマン終了のどさくさに紛れて、なんとか着席に成功しました。ボックス席を確保しちゃえば、ニーツで買ったお弁当を広げても、誰も文句は言わないでしょ。言うやつはシベリア送り、サクッと食べられるこういうセットは好物です。早く開けましょう。私ってさっき不器用かもな。徳沢橋梁を渡って、ついに福島県入りします。さっき言った通り、この川は流れが速いので、足場を作って能天気に橋を架けようなぞ、虫のいい話でした。だからパンチレバー式という、空中から橋を伸ばしていく、曲芸みたいな技術を導入したのです。いかにも不安定な土台にクレーンが乗っているんだから、海事の鉄骨あたりみたいなヒヤヒヤ感を覚えたのですが、時代が進むと、土地狂ったことでもシラフでやるようになるもので、今では普通に用いられている方法です。ちなみにそれの第1号が、野沢、おのぼりの先、釜の脇橋梁なんですが、ピントがうんこすぎる。むしろうんこになりたい。うんことは一切関係ないけど、福島県あるあるを言わせてください。横に長いチンポのラングド社、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 やはは。え、何が？なんで急に巣に戻るんですか？帯の駅でエネルギッシュな中高生を乗せ、地域の足は東へと。自然災害に踏みにじられて崩落したこの濁川橋梁も、自治天抜刀を食らいながらも自治天発揮の大復活。万越再選はその程度じゃ折れない、イベント列車も観光路線要素もありな、タフ路線なのです。これ余談なんですが、七点抜刀と七点発揮を見た地面にしたやつ、無限地獄にでもぶち込まれた方がいいと思います。地面こそギター弾いてそうな地名ですが、会津藩の北側にあるからという安直な理由で名が付けられた、北方の駅を出発。北方ラーメンはもろちんのこと、2023年くらいまでフルーティア福島が突撃するような、そこそこ栄えた駅として、のぶとく名声をひけらかしているんですが、関越鉄道時代は、もっと南の只見線のルート、会津万華を経由する予定で、北方は通らないつもりでした。会社が火の車で金年縄とまで言ってるんだから、建設費を抑える路線変更など厭わなかったのです。たなごたな会津万華の連中は湧き立ったのですが、ボタ持ち奪われた北方サイドは怒りが湧くもの。だから両サイドともおらついて、例えば北方派は、水害が大雪だとわめいたのですが、やはり金、金は全てを解決する。というのも、関越鉄道が払えてなかった株を、北方サイドが全額払ってやることにしたのです。
どうだ、明るくなったろうとか言って、札束を燃やした成金のようなずぶとさですね。何はともあれ、さすがにガンを取り除いた救世主には頭が上がりません。そんなこんなで、北方サイドでの工事が行われたのでした。世の中なんてのは古今東西、所詮金持ちの訴えで決まるのかしら。もしそうなら、会津豊川とか及川とかの、ローカル線普通列車すら、大して止まらない、ローカル未満の東四郎駅を通過して、あれよあれよと会津若松、森と水とロマンの鉄道ゾーンの終わりです。やりもくたちと思うこ鉄道、疲れてきたので、体力がゼロになる前に乗り換えます。ちなみにビデオカメラの USB は、すでに瀕死状態で、なんかモバイルバッテリー経由での充電が、まともにできなくなってます。サーチもじわじわ減ってるんですが、これもろもろ岩木まで持つかしら。ネクスト、E72HK の郡山行き、ついに、東北本線の駅まで行けるんですよ。ワンマン小運転で後ろには誰もいないので、後面展望を失礼しちゃいます。さて、ここからは3時間ぶりくらいに、機動車じゃない、電車に揺られます。ですが電覚館自体は、ここより 15km 以上も前、北方のあたりから続いています。理由自体は旅客サービスの向上と、磐越西線の重要性という、ありきたりダブルコンボですが、2年くらい前に JR は、維持コストがだるいし、災害で架線切れて運休してもだるいし、と言って、ろくに電車が走ってない、会津若松から北方の架線をぶっこ抜かせろと、せがんだようです。フルティーワンを除いて電車運用はもうないのですが、地元が、ラーメン店張りの熱烈ムードで反対したからか、非電化騒動の進展はなさげです。北方サイドとしては安心なのかな。もっとも電化自体地元負担だったんで、ご都合主義で架線ぶっこ抜かれたら、そりゃ切れますよね。線形自体は100年前からそう大きく変わらない、偏屈ぐねぐねロードにもかかわらず、守備よく切れよくつつがなく、磐梯町駅を出ました。磐梯町駅は、以前、大狙って駅名でした。名の理由は単純明快で、真言宗の伊日寺由来の地名だったから、仏教以外はカスとかはめいた空海が、真言宗をレフさせてから、せいぜい2年も経たないうちに建ったお寺とのこと。そこから、地名としての大寺へとつながり、駅名としての大寺に発展したのでした。電化される少し前、1965年には、磐梯町へと名が変わりますが、快速が止まるような主要駅としての伝統は、今も昔も変わらず鎮座してます。磐越鉄道時代、学校に、蒸気機関車の火の粉が飛んで、町もろとも焼き尽くしたらしいけど、面積で言ったら四天王最弱のくせに、会津磐梯山パワーでそこそこ名の知れている、猪苗代湖の横を通ってます。途中、一線の光でも横見るかのように、猪苗代湖畔なる駅を通過していきました。あいつの正体は何かというと、夏だけ開設された臨時駅です。地域の観光協会が、海水浴客のことを思って、400万円ほどつぎ込んで作られた駅です。1986年に作られた割には、某マフィアのゲームアプリのレベル1並みに粗末な作りですが、15年以上休止してて、ある意味語り草になってるので、宣伝としては成功してるんじゃないでしょうか。スイッチバックを駆使した過去を持つ、中山宿駅を出て、磐梯熱海駅。最初の最初は熱海駅なんて呼んでましたが、昨日私が散々踏み荒らしてきた静岡の熱海駅が開業すると、静岡の方に無印熱海を明け渡し、こちらは岩代熱海駅と名乗るようになりました。もっとも、さっきの猪苗代湖みたいに、磐梯エリアが観光産業の巣窟に改装されると、今城もないがしろを喰らい、磐梯のネームバリューにかっこつけて、磐梯熱海駅になったそうです。磐梯エリアの入り口って顔はしておきながら、もう山越えの区間は終わりで、そろそろ郡山市街地、郡山盆地へ20分ほど電車を走らせ、貨物ターミナル駅のやや近くにある郡山駅に到着。関越鉄道時代に、どこをスタートにするか決めるときも、盆地で山が少ない貨物のハブを理由に、郡山を押す人が多かったみたいです。そんな郡山も、4方向に列車を撒き散らし、新幹線まで通る巨大駅、水郡線まで含めたら5方向か、スターソルジャーみたいだね。何はともあれ、親の顔より見た郡山駅に着弾です。次の路線こそ、華々しいイラストを飾る列車なのですが、あいにく80分ほどの街に直面して、スターソルジャーとは真逆を行く爽快感のなさに怯えています。ちょうどいいからサイゼリアにでも行くか。15時台前半というおぼろげな記憶を頼りに、郡山駅に舞い戻ったら、発車時刻が思ってたより早くて乗り遅れそうになって、心底ヒヤヒヤ状態でした。あと追加でコーヒー一杯おかわりしてたら、郡山でむせび泣いてたと思う。笑わば笑え。何人の不幸を笑ってんだ。ラスト、磐越東線の岩木行き、ご丁寧に2両も繋いだキハ110ですね。白と緑の落ち着いた色合いが魅力的ですが、白部分の色はベリペールグリーンって言います。なのでアンミカは多分これを白とは言いません。アンミカの網膜が256色にしか対応してなければ、多分どっちも白ですが、着席失敗、着床デカパイ、後面展望にそそのかされて後ろに佇んでます。15時7分、郡山駅を出発。私と同じ鉄道ファンとおぼしき若い方が、同じく後面展望部分にいらっしゃいます。いつの時代も、ダイナミックな車窓というのは憧れの的です。磐越東線も行ったので、解説はサクッといくったにとどめておこうね。磐越東線の建設運動は、郡山と常磐線をつなげたいって思いから始まりました。だって、太平洋側に出るには、仙台の手前から常磐線を南下するか、栃木の南側で水戸線に乗るかでもしないときつい。福島県の向こう側に行くのに、他県に踏み入るのは、もはや屈辱です。
長岡京造営者の藤原の種粒がぶち殺されたのを理由に勝手に島流しされた沢良親王くらい屈辱的です。だからまずは常岸鉄道という水戸と郡山をつなげる計画が編み出されたのです。水戸と郡山を結ぶ路線は水軍線だから、万越当選の時に話すのはすれ違だろって。半年ロムレ。とにかくこの頃重要だったのは東北本線の郡山と常磐線を結ぶこと。そんな思想が根付いていたので、郡山と常磐線を結ぶ私鉄案が流れ火のように浮かんでは消えました。例えば常磐鉄道に続いて浮かんだのは岩盤鉄道でした。名の通り岩代と岩木、つまり平と郡山を結ぶ予定でしたが、こっちもただの妄想で終わります。もっとも当時は岩越線の議論で持ちきりだったので、鳥間太平洋サイドに線路伸ばせという子供じみた計画は放置ムードのようでした。埼玉県が見たら黙ってなさそうな対応です。そんな中妄想にとどまらないフラッグシップ的な計画が出てきました。なんでも時は水力電気株式会社が川から生み出した電気を使って平から水軍線に近いルートを通って郡山まで結ぼうとしたのです。まともな会社がまともな計画を立てたので株も集まるし免許も得るし順風満帆でした。が古参勢からしてみれば眉を潜めるものでした。てめえ会社立てた時の約束と違えじゃねえかとまで吐き捨てられて解散食らったらどん詰まりどころか罪です。本能寺で戦った寝起きの織田信長くらい積んでます。なので私鉄で郡山と太平洋を結ぶという夢はついに叶うことなく散っていき、結局しばらくは郡山からこの三春の辺りまで細々と鉄道馬車が走るだけでした。だけとは言っていますが、岩越鉄道の起点争いで騒いだ時にはちゃっかり出しにされたので踏み台にされた感は否めないですが、無意味ってわけではないです。どんな小さなことにも全てには意味がありますからね。ハンコ文化を除いてそういう文句を口走ると夏井川に沈められるので不用意なことは言わないようにしましょう。ちなみに磐越東線名物夏井川はまだずっと先です。川が近くまでやってくる小野新町駅まででさえまだ 33.6km もあります。しかし磐越東線は相当俊速で、そこまでだったら40分くらいで走り抜けます。制限70とか制限解除とか山岳路線に見つかわしくない標識もそこかしこに見られます。誰に似たか知らないこの俊足さ、越後山脈に宿泊した磐越西線に比べこの路線がぶっ飛ばす阿武隈高地の標高は緩めで走りやすいってのもありそうですが、路線がまるっと官営で敷かれたっていうのもある気がします。鉄道国有法が定められた直後、全国各地には道半ばで泡吹いて放置された鉄道路線が大量にあったのですが、当時の政友会なる政党が本土を取って磐越東線は重要だから敷けと議会に持ち込んだのです。これだけ見たら楽観的な方々は地方にも線路が伸びて嬉しいねなんておっしゃるんでしょうけど、当時の政友会ね、鉄道網を広げるぞと意気込んでライバル政党だった国民党といさかいを起こしています。もっとわかりやすく言うとこの路線ね、バリクソ政治利用されてます。そういう政治利用というマグナかかってか他の路線を差し置いて第1期線にまでのし上がりました。そこからはトントン拍子で大正元年から5年ほどかけて全通したのでした。この全通を機に今乗っている平郡線とさっき乗った岩代線は大して共通点もないはずなのに勝手にペアにされて磐越東線、磐越西線に名前が改められました。なんなら無理やり共通点でも絞り出そうとしているのか、この磐越東線サイドにもあだ名がついてます。その名も悠々阿武隈ライン。1993年あたりに公募で選ばれた愛称です。地元の男子高校生が編み出した名前でのどかさを感じますが、悠々が合うかは微妙です。乗り通すのに開業当初は3時間40分50年前は2時間半ほどかかったらしいですが、今や2時間未満で乗り通せる点は建設も列車もスピーディーですし、強いて言うなら私鉄が計画を追っ立てた頃は脳みそが悠々お花畑状態だったのだと言いたいのかもしれません。だとしたら末恐ろしいですが、人間は花から毒を浴びせ合う生き物ですから、よく考えたら何の問題もないですね。六花線の一人小野の小町が生まれたらしい小野新町、寸止めされるのは小野新町。私のあまりの上品さに空も涙を流したのか、パラパラ雨が降り始めました。宮城ですね。そういや小学生の頃は雨は空のしっこみたいな噂話が流れてたな。それをいつまでも信じ続けて画面を貪った大人が地震のたびに核実験がどうもって言い出すような、インドの神話も裸足で逃げ出すようなキテレツな論議を繰り広げるようになるわけで、アタバコ生産が盛んだった小野町を出てちょこちょこ列車を走らせていくと夏井川渓谷の車窓の両サイドに南東話に顔を出してきます。桜、岩ツツジ、紅葉シーズンには列車も迎合してか露骨に短足になります。磐越東線はそんな具合で絶景からキハ110の本気まで多種多様な顔を見せてくれるローカル線なのです。ビュルビュルアンヌクマライン。生粋のカエル好き草野新平さんのお家が近い小川郷駅、生殖のことをルルルルルなんて表現したゲラコビッツに片足突っ込んだ著名詩人です。島民に対してなんて綴った破天荒な詩も有名ですね。つまり穴の中にいるのなりの果てがいるんだから島民は穴るのことを指しているんですね。語られそう。ぼんやり物思いにふけるうちに常磐丹田で富を得てきた岩木氏へ、質自体は悪かったのですが関東に近いのをいいことにゴリゴリ算出されてきたそう。
炭鉱が閉山されてからは、縁の下の力持ちとでも言わんばかりに、温泉を汲み上げる役目を担い続け、人々が踊り戯れアロハするリゾート地を支えています。本来の役目を失って、サキュバスに搾取され続ける洗脳シチュエーションみたいで、なんかいいね。炭鉱に対して、そこまで妄想を広げるな。はい。徳川家康がやってくる400年以上の前、関東はかなりの田舎でした。それから、確固たる幕藩体制、文明開化、戦後の復興を経て、首都圏各地、とりわけ東京は世界と肩を並べる大都市へと成長しました。しかしそれは、地方の都市地域があってのもの。その首都圏をあえて回避することで、表面的じゃない、地域の底力が伺い知れたかと思います。あと、これさ、某映画に触発されたって言ったじゃん？よく考えたらその映画内では、水没した関東平野を移動するのに、水上バス使ってたから、別に、関東平野が水没した時のためとか、どうでもよかったね。ちん、気づいちゃった、気づいちゃった、わー、えわい。というわけで帰ってスイッチやります。さようなら。次は大津港です。